それでは、テイケンプロモーション第594回ダイナミックグローブ本日のメインイベント、スーパーフェザー級10ラウンドを行います。まずは、一度は手にしたはずの幻の世界王者が赤コーナー。プロ戦績は27戦24勝1敗1引き分け1無効試合、そして24勝のうち18勝がノックアウト。公式給料は129パウンド4分の3。テイケン事務所属。現在のこの階級における世界ランクは WBO 第9位、WBA 第8位、そして IBF 世界スーパーフェザー級第3位。連続5度の防衛を果たした第47代の元日本スーパーフェザー級チャンピオン、大川KO 勝利なるか、小川健一。そして青コーナー、プロ戦績は26戦21勝4敗1引き分け、21勝のうち12勝がノックアウト。公式計量は129パウンド4分の1。バディジム所属。現在の世界ランクは IBF 世界スーパーフェザー級第7位、第61代の全日本ライト級チャンピオン、西谷健弘。 KO 負けなし、フェンスに自信、大金星なるか、西谷健弘。共に世界ランカー、プロキャリアは10年以上、家庭では強い父親という共通項を持つ両者の一戦、スーパーフェザー級の10回戦。今試合開始のゴングを聞きました。両者が拳を合わせて左、いきなり左を振っていきました。赤いグローブがテイケンジムの小川健一です。一度距離を空けて、その小川、もう一度左を伸ばしていこうかというところ。リング中央、両者が中間距離でまずはペイント、拳を細かく動かしながら距離感を伺っていきます。そしてこの試合の解説は元世界チャンピオンのセレス小林さんです。セレスさん、よろしくお願いします。お願いします。非常に緊迫感のあるメインイベント立ち上がりになりました。まずセレスさん、この小川にこの試合求めるところ、どんなところになりますか？やはり、ね、日本最強というね、このスーパーフェザー級最強というね、称号でしょうね。はい、それで世界に行きたいですよね。小川健一も日本人相手に差を見せつける一戦にしたいというふうに話していました。一方、黄色いトランクス、今右のストレートを伸ばしていこうかという青いグローブが神戸にあるバディボクシングジム所属、西谷健弘、33歳です。今日戦っているスーパーフェザー級の一つ上の階級、ライト級の全日本チャンピオンでもあります西谷です。セルスさん、この青いグローブの西谷はどんな印象をお持ちでしょうか？そうですね、独特の間合いですよね。独特の間合い、リズムを持っている選手ですよね。はい、スピードそのものはそれほどないんですが、その間合い、独特の、ね、テンポで、ね、攻めていきますよね。プロキャリアは26戦21勝12 KO 4敗1分け、アマチュアでも27戦17勝10敗のキャリアがあります。やはりライト級でやってましたから、体は結構大きいですよね。そうですね、はい、身長で言えばいいパンチが一つ飛び出しました。身長で言えば青の西谷が174、赤の小川が173とそれほど差はありませんでしたが、主戦場としていたのはライト級一つ上の階級という青いグローブの西谷です。リング中央、その西谷がどっしりと構える第一ラウンド、まもなく残り1分というところ。まあ、西谷選手はこの やりづらさを武器にして、まあ、小川選手は、ね、この一瞬の踏み込みのスピードですよね、それを生かすボクシングですよね。鋭い踏み込みがこの自慢のクラッシュライトを支えています。赤いグローブの小川、左から右。そしてセルスさん、今も見せましたが、去年1年間で左を磨いてきたという話もしていた小川です。左を磨くことによってその右が、ね、もっと行きますからね。相手の前進を邪魔するジャブ、そして相手を煽るようなフック、こういった左を去年1年間で磨いてきました。ただ西谷が左を当てていった。第1ラウンド、あっという間に残り30秒を切りました。西谷が前に出て、小川がジャブで制するという第1ラウンド終盤。中央に構えているのは IBF のランクでは7位西谷、3位の小川がじりじりとプレッシャーをかけていこうかという終盤戦です。左、鋭い左、小川です。右、
残り10秒切って右、うん、右の距離を測ったでしょうか。小川鋭い右を出していきました。第2ラウンドが始まりました。両者ともにガードを高く構えて迎えたこの第2ラウンド、西谷は左を細かく動かしているでしょうか。一方の小川も鋭いジャブを放っていきます。セルスさん、両者ともに10ヶ月ぶりのリングということになりましたが、うん、コンディションの部分、小川いかがでしょうか。いや、まあ、しっかりと、ね、体を見てもですね、両選手とも仕上がっているなという印象がありますよね。あ、そうですか。小川が左から右、強烈なジャブからストレートにパンチをつなげていきました。今まだどちらにペースがいっているとは言えないんですけど、この、ね、流れからどちらが先に、ね、テンポアップするかですよね、そしていいパンチを当てていくかで、この試合の、ね、流れだんだん決まってきますよね。小川に今日の試合に向けてのイメージを聞きますと、戦略はただ殴るだけ、得意の右をいつ当てるかという話をしていました。一方の西谷ですが、セルさん、延期になったこの9月から10月までの1ヶ月間で入念に小川対策を行ってきたと自信を覗かせていました、うん、試合前です。まあ、西谷選手は日本タイトルを取った時もね、しっかりと作戦を、ね、はい、遂行してね、それを成功させましたからね。日本タイトルマッチで戦った相手は門蛇ジムの土屋周平でしたが、一発のある土屋にダウンを奪われながらもそこから逆転という流れでした。そうですね、はい、試合の中でも打っては離れるというこの距離感の掌握であったり、パンチをもらわない頭の動かし方というところも見せていった西谷ですが、プロ27戦目を迎えています。33歳です。まあ、お互いね、もうベテランですからね、もうリング上がってね、この2ラウンド戦えば、ね、お互いのね、どういう感じか分かりますからね。ああ、そうですか、はい、相手の出方、リズム、そういったものも徐々に徐々に掴んでいくこの第2ラウンド、半分を経過して残り1分15秒、ロープに近いのは赤いグローブの小川、左を出していった西谷。セルさん、小川も慎重に出す手を選んでいるような印象もありますか。そうですね、まあ、簡単にいけてないですよね。それはこの相手の西谷の独特な雰囲気、リズムというものもあるでしょうか。そうですね、そういうのあると思いますね。西谷選手もね、まだね、右をそれほど使ってないんですよね。あ、そうですか、はい、左フックで日本タイトルマッチでは土屋からダウンを奪いました西谷です。その左からうまく右につなげていけるか、この今回のメインイベント、自分から仕掛けて相手が後手に回ってくれれば自分のリズム、得意のカウンターも狙っていきたい、チャンスになるのは6から8ラウンドの後半戦だという話をしていた西谷、青いグローブです。小川の右、大きな音は響かせましたが、セルスさんから惜しいという言葉。一方の西谷も打ち終わりの左カウンターを狙っていました。第2ラウンドも間もなく残り15秒、お互いやっぱ打ち割りも狙ってますよね、しっかりね。そうですね、だから打った後の本当注意というのが必要ですよ。一瞬の隙も許されないメインイベント、スーパーフェザー級世界ランカー同士の一戦です。ボディ、西谷、小川もボディを返していく。第3ラウンドが始まりました。セルさん、第1ラウンド第2ラウンドを終えてこの小川、ここから何か動きがあるでしょうか。それお互いね、まあ、警戒し合ってますからね。はい、うん、その小川、西谷に対しても元日本チャンピオン、気を引き締めて臨んでいくと話をしていましたが、一方でいかに自分の距離で戦い続けることができるかという話をしていました。ボディ、まあ、本当の、ね、左の使い方が、ね、本当上手になりますよね。あ、そうですか、ですね、はい、あのジャブと見せかけて服を引っ掛けたりね、フェイント気味のパンチを打ってますよね。去年7月に行われたメデュラ戦ではこの左で試合を決めてみせました小川健一です。右、強烈な右、左を出してからの右を見せていった小川、そのまま一気に行くか。このラウンドは、ね、まあ、プレッシャーを強めてますよね、小川選手がね。そうですね、はい、西谷が交代するシーンが目立ってきました。第3ラウンド開始から間もなく1分というところ、西谷選手とすればですね、このプレッシャーに負けてしまうとどんどん小川選手のペースになるので、ここでね、あのプレッシャーを受からないことですよね。仕掛けていけるか、プレッシャーに飲まれるか、西谷も勝負を迎えています。第3ラウンド両者ともに構えはオーソドックスですが、ここはスイッチをしました西谷、うん、左ダウン、先にダウンを取った西谷、効いてますね、手は上げて見せましたが、効いているか小川圭一、相当効いてますね。あ、そうですか、はい、構えを変えながらダウンを奪ったのは西谷、残り1分30秒ある第3ラウンド、いや、来てますね、足に来てますね。序盤の序盤でダウンを奪われたのは小川圭一、西谷のチャンスですよ。世界ランクでは小川が3位、西谷が7位、西谷にとってはセルさん、ここで勝てば大きな金星、ね、小川選手は今のこのクリンチはいいですよ、西谷選手はただこう一気に行った方がいいですね。小川も経験は豊富、こういったところでクリンチに行こうとする小川、
西谷もここはチャンスと感じているか、クリンチをさせないボディを打っていく。セルさん、今西谷の左のボディでダウンがありました。今のボディというか、まあ、ちょっとアッパーに見えたんですかね。ああそうですか、ちょっと見づらかったですけどね。下から突き上げていくような軌道になりました、はい、西谷の左。あ、得意パンですよね。日本タイトルマッチでもこの土屋に対して左のパンチでダウンを奪っていた西谷、その左で小川からもダウンを奪いましたが、小川ここはガードしっかり上げてね、行きたいですね。ガードが降りているのはダメージからというところもあるんでしょうか。まだ効いてませんね、まだ力入ってないです、出しにね。西谷は一気に狙っていこうかというところ、小川のテンプルに左が入りました、ここも入った。西谷選手はここで狙うんではなくてね、手数を出していけばいいですね。あ、そうですか、はい、残り30秒を切りました。小川ダメージはどうか、西谷まとめていけるか。残り20秒、少し距離が空いて、もう少し詰まれば両者の間合い、ジャブで距離を詰めていく。小川が下がる、ニュートラルコーナーを背負っている。西谷に、ね、持っていきたいですよ。強襲を聞いた、小川こらえるか、西谷詰めていけるか。ここは両者手が出ない、西谷ジャブ、グローブを叩いてもう一度士気を高めたのは小川です。スーパーフェザー級の世界ランクを持つ日本人頂上決戦ともいえる今日のメインイベント、先にダウンを奪ったのは IBF で7位にランクしている西谷和弘です。この西谷にとってはアピールする大きなチャンスになるという一戦。そうです、まあ、相手も世界ランク3位ですからね、勝てば一気にね、自分がトップですから、トップに行きますからね。そうですね、はい、世界戦もぐっと近づいてくるという勝利になるか西谷和弘。一刻も早く狙いたかった世界、先ほどのダウンでぐっとそれが近づいてきました。黄色いトランクス、青いグローブの西谷、今日がプロ27戦目。ただね、小川選手もね、先ほどのラウンドよりはね、足にだいぶ力入ってましたね。ああそうですか、うん、あっギリー、またしても左のフック、テンプリにもらった小川、あの大きなパンチがちょっと見づらいんですね。ああそうですか、はい、まだ小川はその左のフックしっかりと捉えることができていません。一方自身の武器でもあるクラッシュライト、その右のストレートはまだ西谷にクリーンヒット、的確に捉えることができていません。ボディボディの内折れを西谷が狙っていきますが、セルスさん、小川ボディに一つ活路を見出しそうですか。あのボディいいですよ。あ、そうですか、はい、ボディいいんですけど、はい、ボディの内折りですね、内折りはもっと注意したいですね。このラウンドでも早速その内折りに左を合わせられるシーンがありました。ちょっとあの西谷選手のパンチはですね、若干遅れ気味に来るんですよね。あ、そうですか、はい、そのパンチは見づらいのかもしれませんね。そういったところも西谷独特のリズムなのか、もしくは入念な小川対策の一部なのか。先にダウンを奪って見せました。第3ラウンド迎えた第4ラウンドです。右頭を下げながら右をボディに放っていた西谷、小川このリズムをどう持ち直すか。ジャブジャブ右ボディ左を使っての右、あの左狙ってますね、やはりね。ああそうですか、西谷が入ってくるところ全部合わせてますからね。カウンターをもともと得意としている西谷ですが、この小川をイメージして入念に準備をして迎えたこの一戦です。素直に入るのは小川選手も良くないですね。そうです、変化をつけて入ってきたいですね。どんな変化が求められる、やはりフェイント入れたりね、もう時にあの感じにあの強弱ですね、スピードの変化をつけたいですね、はい、鋭い踏み込みが武器の小川ですが、スピードに変化つけていけるでしょうか。第4ラウンド残り30秒、ダウンを奪われたのは赤いグローブの小川です。先に奪われた、あ、右小川の踏み込みに右合わせ、西谷小川も右を返していける、左またしてもカウンター、西谷カウンター炸裂、西谷が得意のカウンターで一気に流れを作っていく。残り10秒になるか、ダウン、小川にはこれがある、一発で流れを変える小川のパンチ、すごい試合になりましたね。10回戦で争われる今日のスーパーフェザー級メインイベント、前半の最後のラウンド第5ラウンドを迎えました。第3ラウンド先にダウンを奪ったのは青いグローブの西谷、一方第4ラウンド終わり間際にダウンを奪ったのが赤いグローブの小川健一です。セルさん、両者ともにダウンが一つずつ、両者どんな心理状況なんでしょうか。まあ、西谷選手のあれそれほど効いてないと思うんですよね、先ほどのダウンはね、そのダメージをどう見るかですね、はい、小川選手のパンチがね、あのラウンドそのダウンの前にも当たってましたから、いいのはね。そうですね、はい、左はもちろんのこと右のボディ、それから右のストレートというところも見せてくる機会が増えてきました、赤いグローブの小川健一。その最大の武器であるクラッシュライト、右ストレートで24勝 18KO という数字を重ねてきました。プロキャリア中での小川健一、
プロデビューから10年を経過、11年目に突入しています。細かいステップから距離が詰まって、右ボディ左左右のボディ決めていきました。あの左のボディブロー、ね、ポイント取る意味では、ね、すごいいいですね。今度は上に左を合わせてみせました小川。先生、小川に話を聞いてみますと、右はもちろん左も磨けた、もう世界に行く準備はできているんだという話をしていました。まあ、ダウンは期しましたけどね、ここからね、今度しっかりと勝ち方ができればね、この世界見えてきますからね。直近の試合ではバッティングによる負傷判定ドロー、悔しい結果に終わりましたが、それすらもポジティブに捉えて、セルスさん、今日の試合に向けては重心をやや後ろに調整してきたと、踏み込みの時も頭が当たらない位置を調整してきたという話をしていました。その結果、右のパンチの威力も増した、切れ味も増したんですと話をしていました小川健一。自慢のパンチで今日 KO 勝利を飾ることができるか。ビーカルンジャブから右ストレート、返しの左までつなげてみせました小川。小川選手の、ね、手数がだいぶ増えてきましたね。あ、そうですか、はい、ダメージも徐々に抜けてきたか。第3ラウンドにはダウンを喫しましたが、第4ラウンドで奪い直して迎えた第5ラウンド、小川ここはフェイントから残り1分を切ったところ、じりじりとプレッシャーを強めていきますが、西谷も下がることはありません。左鋭い、今度は左を当ててみせた小川。ステルさん、西谷も小川の右は警戒してるでしょうね。してますね。右、ここもうまく頭をすらしてみせました西谷。西谷、このちょっと、ね、手数減ってるんですよね、狙いすぎてるのかもしれませんね。あ、そうですか、はい、先にダウンを奪ったのはこの黄色いトランクス、青いグローブの西谷でしたが、このラウンドはちょっとリズムを小川に奪われているか。残り15秒切りました。左が、西谷に左が入りました。小川も隙を見せれば西谷がカウンターを合わせてくる。後半戦に入りました。新型コロナウイルスの影響で長く興行が行われなかったダイナミックグローブ、再開後初のダイナミックグローブのメインイベントです。セルスさん、はい、再開後最初のメインイベントにふさわしい展開になってきました。そうですね、やはり世界ランク同士の、ね、試合ですよね。勝てば世界にぐっと近づく IBF 世界スーパーフェザー級にランク入りする2人の日本人スーパーフェザー級頂上決戦でもあります。セルさん、両者1個ずつダウンを奪って迎えた後半戦、まず小川にはどんなところを期待されますか。そうですね、今ね、あの攻撃 のリズムがね、すごい良くなってますからね、このリズムのいい攻撃をね、本当保つことですよね。あとは打ち割りの注意ですよね。先にダウンを奪われてダメージもかなりありました。そうですね、ただその後のラウンドを重ねるにつれ、パンチに力も入り、リズムも取り戻してきた帝拳の小川。セルさん、一方青いグローブの西谷にはこの後半戦 どんなところを楽しみにされますか。そう、前半ね、あの左フックを合わせるのとね、後半あの接近した時の右の大きいショット復帰の感じですよね、それを狙ってるんですけど、今度ね、あの小川選手がリズム出てきましたので、はい、このリズムを崩すために今自分からと攻めていきたいところですよね。試合前にも話していました、相手のリズムを崩して先に仕掛けていけるかという、本来の作戦通りにいけるか西谷。青いグローブのバディジムの西谷です。このラウンドで、ね、あの西谷選手ね、プレッシャーをかけてますよね。先ほどとは違う展開ですよね。ロープを背負って外を回るのは赤いグローブの小川、ランキング3位。一方中央に構えてプレッシャーをかけていくのがランキング7位に入っている西谷和弘です。 IBF で共に世界を狙える位置につけている日本人同士の対戦です。残り1分10秒となろうとしている第6ラウンド、ボディに入りました小川の左ボディ。ただプレッシャーを強めて下がることはありません、青いグローブの西谷。小川の強打を受けてもガードの上、しっかりとガードの隙間から小川の隙を探っていきます。アッパーからボディー、西谷も手を出していきます。一本も引くことはありません。世界挑戦の経験があるのは赤いグローブの小川、その小川を倒して世界の注目度を高めようというのが青いグローブの西谷です。全日本ライト級のチャンピオンでもある西谷、22歳までアマチュアで経験を積みました。そこから30歳でようやく手にした日本のベルト、防衛戦もなく返上し世界を目指している33歳。さあここはクインチワークに行きました。世界へのアピールとして迎えた大きな一戦、小川を迎えての一戦です。左フック、左ボディ、小川の左2つ、右を打ってきたところに左のフックを合わせていきました。西谷左フック、
ニュートラルコーナーを背負った小川、西谷はガードを少し下げて両手を広げて仕掛けていく、右うまくかわしてみせます。山中慎介さんも見守る中行われているこのスーパーフェザー級の10回戦、両者リング中央、まず手を出していくのは西谷。セルさん、両者ともにこのダイナミックグローブから世界へと目指していこうとしている2人、右小川が右を出していきました。そしてセルさん、先ほど小川の顔面から出血が見られましたが、あのカットは有効打によるカットということです。そうですね、それほどね、ただ今血は止まってますから、それほどね、心配ないと思うんですよね。はい、ただここも顔面にその西谷のパンチが当たっている。ああいう下がりながらもらうパンチはね、気をつけた方がいいですよ。両者とも IBF のランク入りをしている2人です。こちらが3位の小川、7位の西谷を迎えての一戦ですが、ここも小川顔面にパンチをもらっている。左のフックから右のフック、西谷の左右のフックが小川の顔面を捉えています。小川にとってはジムの先輩、世界タイトルを幾度も防衛してきた山中慎介さんも見守る中での一戦ということになっていますが、ここはやや劣勢になっているか。第7ラウンド半分が経過して残り1分30秒、セルさん、このラウンドも小川顔面からの出血が目立つようになってきました。そうですね、また血が出ましたね。それほど西谷のパンチが顔面に当たっているということでしょうか。先ほどの、左右のフックですよね、これが当たりましたよね。大きいパンチなので当たれば見栄えはいいんですよね。そうなりますと、ポイントというところでも、そうですね、ジャッジへのアピールにもつながります。西谷のフック、ここは右のフックを狙っていきました。小川選手すればそのパンチをしっかりと、ブロックするなりしたいですよね。両者を離します。残り1分を切りました。第7ラウンドガードを上げて、ただロープを背負っている小川、右、西谷の右、残り時間40秒になりました。やっぱ小川選手の手数が減ると西谷選手の、手数が増えてきますよね。ダウンを奪った数はともに1、ポイントも重要になってくる後半戦。第7ラウンド残り30秒を切りました。小川の右、距離が詰まったところ、ボディ、小川レフェリーが一度両者を分けます。左、小川ももう一度リズムを取り戻したい。残り15秒を切りました。西谷の独特なリズムを攻略できるか。小川残り10秒、右、右、ジャブから右、いいワンツーを見せました。右、左フック、第8ラウンドが始まりました。西谷が世界に近づくか、小川が日本人相手に差を見せつけることができるのか。スーパーフェザー級の10回戦第8ラウンドが始まっています。右、まずクリーンヒットはセルさん、小川の右になりました。そうですね、あの大きいパンチですね。はい、クラッシュライトが徐々に西谷に当たるようになってきた。このボディに右、今度は上下上に当てていきました。セルさん、一方の西谷もガードを上げながらプレッシャーを強めていますね。やっぱり強めてますよ、一歩も下がることなくプレスをかけ続けてますよね。先ほどのラウンドも左右のフックを小川の顔面に当ててみせた西谷和弘。あのプレーズ、あの大きいパンチを、小川選手が打って、はい、まあ、西谷さんが下がってくれれば小川選手も楽なんですけど、それが、下がらないですから、やはりちょっとやりづらさありますよね。ここは西谷も世界に向けて頑張りたい、負けられないという意地も見られる、まあ、お互いそうですよね。両者ともに交代がほとんどありません。そのためにこのように距離が詰まってくる。第8ラウンドも1分経過、まず距離を空けたのは小川。ただセルさん、気になるのは小川、鼻からも出血があります。出血が顔面に見られるのは赤いグローブの小川です。西谷、左、左相打ち、西谷陣営からは左がよく当たっているという声も飛んでいます。聖地後楽園ホール、400人の観客が見つめる中行われている再開後初のメインイベントです。小川も左には自信があります。まあ、お互い、この試合に負けてしまうとですね、ほぼ世界と消滅してしまうと一緒ですから。そうです、やはり本当にボクサー戦にかける戦いですよね。両者ともにボクサー人生終盤だという話も口にしていましたが、その中で迎えているランカー同士の一戦、負けられない一戦です。
第8ラウンド残り1分10秒、まあ、残り3ラウンドね、どういう形で、ね、お互いが、ね、ポイントを取っていくかですよね。前半の5ラウンドのうちでダウンを1つずつ奪い合いました。ナイスパッチ、ワンツーが入った小川、ただプレッシャーを強めているのは西谷。 そうですね、そのプレッシャーの合間から左フックは小川です。ニュートラルコーナー、ロープを背負っている小川に対して西谷が強気にパンチを出していく。ビー、フラッシュライト炸裂、顔面を捉えました。残り40秒、西谷も左フック、右のストレートを放っています。このラウンドね、本当スピードアップしましたね、小川ですね。テンポアップしてますね。西谷もパワーはさることながら、小川の一番厄介なところはスピード、自分より速い選手とは初めて戦います、そういう話もしていました。ガードを上げて右、速いですね。長い距離から鋭い踏み込みで右を放っていくのがフラッシュライト小川健一です。第8ラウンド残り15秒、最後にクリーンヒット、ボディ、残り10秒です。西谷も最後クリーンヒット1つ与えて終わりたいところ。右、小川の右です。左フック、残されたラウンドはあと2つ。第9ラウンドが始まりました。セルさん、両者ともに一進一退の攻防を続けて、残るラウンドはあと2つというところまで来ましたね。そうですね、お互いね、この2ラウンドお互いですね、しっかりポイント取りたいでしょうね。もしくはダウン欲しいですよね。このままもしダウンがなければ、両者ともにポイントでの争いということになってきますが、そうなりますとセルスさん、両者ともにどんなことが大事になってきますか。やはり、ね、見栄えのいいパンチ、手数ですよね。はい、あの先ほどの8ラウンドですね、小川選手のスピードに、ね、少し西谷選手がついていけませんでしたから、はい、あの攻撃ですね、はい、あの攻撃を仕掛けたいんですが、素直に行くとカウンターをもらうので、フェイントを混ぜながら小川選手としては行きたいですね。はい、一方の西谷もパンチはもらいながらですが、このラウンドもプレッシャーを強めながら、この西谷選手はですね、このロープに小川選手を詰めることまではできているんですね。そこからの攻撃の仕掛けができていないので、そこからいかに、ね、パンチを打っていくかですね。ここもうまくロープ際から逃げられました、西谷。小川、一方の小川はクラッシュライト、何度も顔面を捉えています。ここからですね、西谷選手は今の位置からですね、はい、どう攻めるかですね。詰めていく、コーナーを背負わせてボディを攻めていった西谷ですが、ロープを背負わせた後にどんな攻撃を仕掛けることができるのか。スピードのある小川ですからね。そうですね、この小川のスピードに対してどう攻略していくか、西谷のパンチに注目。ここもスピードのある小川です。リングの中央で戦っていったら小川選手の方が、ね、やっぱ一番上ですよね。ボディ、いい角度から左のボディが入って、会場からも大きな拍手。ああいうパンチ非常に見栄えがいいですから、ポイントにつながりますよね。そうですね、今日は声援、大きな声は禁じられていますが、拍手でその気持ちを表現する後楽園ホールに集まった400人の観客です。まあ、西谷選手、もう少し、ね、強引に行ってもいいかもしれませんね。ああ、そうですか。あれ、足を使われて逃げられることです、まあ、回られるとですね、スピードの違いが歴然ですから、はい、そこを止めるには、ね、手数をちょっと多くして、ね、詰めていきたいですね。この鋭いステップワーク、踏み込みのスピードが小川の武器の一つでもあります。大学時代までトップ戦線で戦ってきた、日本拳法の頃から培ってきたこの踏み込みのスピード、小川の持ち味、この終盤で大きく試合を左右しています。さあ構えて、デビューから10年を経過した小川、ようやく自分はボクシングボクサーらしくなってきましたと謙遜しながらそんな話もしていましたが、ガードを上げて相手を揺さぶって右から左、自慢の武器へとつなげていく、相手の倒し方をじっくりと見定めてきている経験の小川です。 KO 勝利ならば2戦ぶり、久々の KO 勝利ということになります。小川右、ワンツー、おっと、西谷も右左、西谷のフックが小川の顔面を捉えている。両者ともに一瞬の油断も許されません。第9ラウンド残り10秒切って右フックから右、両者の覚悟に大きな拍手を送る後楽園ホールの観客。先にボディを打ったのは小川、大丈夫ですね、覚悟を見せていきます。一方の西谷もダメージを感じさせる様子は全くありません。ガードを上げてじりじりとフラッシュライト、小川に対してプレッシャーをかけていきます。打たれても打たれてもガードの上、しっかりとガードをしながら勝機を狙っていく青いグローブの西谷。共にプロキャリアは10年以上、33歳が西谷、32歳が小川、背水の陣、ボクシング人生も終盤戦に差し掛かりました。奪ったダウンは前半戦に両者ともに一つずつ、ポイントも一つずつ奪い合いながらラストラウンドを迎えています。
さあセルスさん、まもなく1分経過というところになりますが、一進一退続いてますね。お互いこの何度も本当集中力ですよね、一瞬の油断があれば両者得意なパンチが飛んでくるというここまでの9ラウンドです。先に得意なパンチで仕留めていくのはどちらか。オーバーの右、西谷もボディを狙っていく。ロープを背負った小川が右、ガードが少し下がっているか。小川右、大きな右を振っていった。西谷は小川のパンチの終わりにカウンターを狙っています。さあ間もなく最終ラウンド、残り1分30秒。軽いステップワークから相手のパンチをいなしてみせた小川。ジャブ、西谷がそのジャブにひるんでいます。進化した左も存分に見せている小川。ちょっとね、西谷選手ね、単発すぎますよね。あ、そうですか。もう少しね、手数を増やしたいところですよね。一方の小川、このクリンチワークを引き離して残り1分10秒。先ほどのラウンドから得意のクラッシュライトが顔面を捉えています。少し近づくような場面も多くなって、右セさん、小川の手数はどうでしょうか。いや、しっかり、ね、足を使いながらですね、チャンスでも打ってますからね、いい攻撃だと思いますよ。残り時間は50秒になりました。判定での勝敗ということになれば、この最終ラウンドどちらがポイントを取るかが重要になってきますが、残り40秒、西谷はもっと手数を出したい最終ラウンド。陣営からももっといけもっといけという声が飛んでいます。一方の小川、左相打ちになったが、お互い打ち割りがね、本当に気をつけた方がいいですよ。一発で決めるパンチを持っているのは経験の小川。クラッシュライト炸裂なるか、左フック。まだお互いね、本当パンチありますから。残り20秒、右小川の右が入りました。残り15秒、離れ際はどちらが手を出すか。西谷のボディ、残り10秒、左ボディ西谷、小川もボディを返していく。小川の右、小川の左、小川が行く、西谷も手を返して。提携プロモーション第594回ダイナミックグローブ本日のメインイベント、スーパーフェザー級10ラウンド採点をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二、同じくジャッジ杉山俊夫、同じくジャッジ飯田哲也、3者ともに97対91、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして、勝者赤コーナー大川クラッシュライン健一。三者ともに97対91、3対0、帝拳ジムの大川健一が見事判定で勝利を収めています。